2020年5月29日、今日も非常に天気が、良い日です。こんな天気が良く、なかなか暑い日は冷たい肉中華が食べたくなってしまいます。それで宮城で、山形の肉中華を食べられるお店があるかと調べましたところありました。宮城で本格山形そばを味わうならそば処万之助。泉本店岩沼店ともに古民家を改築したノスタルジックな趣はいつかの遠い記憶を呼び起こさせるような和の佇まい、との、公式ホームページの情報でございます。はい、そば処万之助でございます。本当に本当に素敵な平屋のノスタルジックな建物でございます。はい、それでは冷たい肉中華でございます。そして具は極めてシンプルですね。中央に大量の白髪ネギ、親鶏の胸肉チャーシュー、もも肉チャーシュー、貝バレ、でございます。そして、スープの中身ですが、公式ホームページ用の情報によれば取り出しが効いた冷たい黄金スープ、山形から取り寄せる鶏肉の2種類の部位が独特なスープ、のコクと風味、またコリッとした食感が絶妙との情報です。いただいた感じからおそらくですね、醤油、みりん、砂糖、少々鰹節に、親鶏のもも肉と胸肉から抽出したオーソドックスな肉中華の出汁だと思われます。そして浮いている油は親鶏から抽出された、油、チー油ですね。それでは親鶏の油が浮かぶキンキンに冷えたスープをいただいてみたいと思います。やはりですね、鰹節、昆布、醤油などはあまり感じず、親鶏の旨味が効いた甘めの肉中華スープです。そして麺はですね、長さはあまりないんですけれども、若干こう縮れといいますか不規則な麺線でございまして、ツル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 としたすすりに喉越しが抜群でございます。麺幅約 1.36mm、 厚み 1.02mm、切り場にしますと、まあ、22番手、加水はおそらく 42% ほどだと思います。そしてなかなか驚きでしたのが、この白髪ネギを絡めて麺をするとですね、ツルツルにこうシャキシャキがこう加わってくるすすりなんですね。スープも麺も非常にシンプルがゆえに、白髪ネギという具一つですすりの表情が全然変わってきます。シンプルな構成作りゆえにすすりを飽きさせない工夫が施されておりますね。はい、それでは、親鶏の胸肉チャーシューでございます。こちらはですね、まあ、オーソドックスな肉中華の胸肉チャーシューという感じですね。まあ、パサパサはしてないですね。まあ、あのスープとやはり一体感がある、親鶏の胸という感じです。冷水で締められた、きっちり締められた麺で、ツルツルとしたすりに、抜群の喉越し。しかし、まあ、ちょっと若干スープが甘いですかね。そして、親鶏のもも肉チャーシューでございますね。はい、こちらは山形オーソドックス親鶏もも肉チャーシュー、コリ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 でございます。味の染み込みもいいです。余談ではありますけれども、鶏中華と肉中華の違いですけれども、鶏中華は、若鶏と和風だしを使った中華、肉中華は、親鶏と和風だしを使った中華のようでございます。このですね、白髪ネギと麺を絡めたすりが素晴らしいですね。甘めのこの鶏の出汁にですね、このツルツル、ズルンとしたすすりと喉越しにシャキシャキ感が加わってくる、これが新しかったです。やはりこういう暑い日っていうのは肉中華美味しいですね。つる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 んとしたこうすすり心地、
若干甘めでもうちょっとこうキリッと醤油感が強い方が好きですけれども、まあこれがまあ山形の肉中華なんでしょうね。若干甘め、みりんと砂糖を強めの返しといいますか、甘めの返しですね。そこに面白いのはやはりこの白髪ネギが絡んでくるすすり心地ですね。まあ、白髪ネギが麺のごとく、第二の麺のごとくなんですよね。非常に面白いすすり心地で新しい発見でした。古民家を改築した素敵なノスタルジックな佇まいでいただく山形の肉中華、宮城で、いただける、山形の肉中華、珍しいですね。ちょっと甘めでしたが美味しくいただきました。すずみ美味しくいただきました。ご視聴いただきありがとうございます。これからも美味しいラーメン、麺料理をお届けできればと思いますので、よろしければチャンネル登録お願いいたします。ありがとうございました。